俺の番ね。なめんなよ。なめないでくれる？見てろよ、ザコが。やってみろ。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。俺の番か。ありがとうございました。強くなった気がするぜ。またいい女になっちゃった。あ、なんだあいつは。げ、目が合ってしまった。なんか呼ばれている。あんたそんなところで何やってんだ。実は今から急いで電車に乗って東京へ行かないといけないのですが、その服がなくて。服がない？ええ、泡だけはあるんですけどね。泡？何言ってんだ。僕今こんな感じなんです。そうか、風邪ひくんじゃねえぞ。じゃあな。ちょっと待ってください。このままじゃ僕電車にも乗れないんですよ。話せ。俺まで泡まみれになるだろうが。大体なんでそんなことになってんだよ。服はどうした。実は少し前まで僕はそこのソープランドであわあわして楽しんでいたんです。最近入ったミカちゃんって子が本当に可愛くて。それで？お楽しみの最中急に祖父から連絡が来たんです。普段電話なんてしない人だから無性に気になって出てみたら。出るのか。おばあちゃんが倒れたって。僕は大のおばあちゃん子なので取り乱してしまい、病院に駆けつけたい一心でミカちゃんや黒服の制止を振り切って泡まみれのまま飛び出しちゃったんです。でもこの格好じゃ駅に着く前に捕まってしまいます。まあそうだろうな。だからお願いです。あなたの服を貸していただけませんか。え、やだ。そうですよね。こんな泡まみれの男に服なんて貸したくないですよね。ああ、つうかそれならさっさとさっき言ったソープに戻って服を回収すりゃいいだろう。それなんですけど、プレイ中に飛び出したのが結構な問題行為だったようで出禁になっちゃいまして、服を取りに戻ろうとしたら黒服の人に入り口で叩き出されてしまって今に至るんです。もはや状況的に
進むも地獄、引くも地獄でして、服を貸していただけないならせめて私を洋服屋まで連れて行っていただけませんか。洋服屋？そうです、この泡もいつまで持つか分かりません。僕が完全に生まれたままの姿になる前に服をゲットして早く病院に行かないと。それなら俺があんたの服を買ってくるから、それで。そんな時間はありません。あなたを待っている間におばあちゃんの身に何かあったら。それに万が一サイズや趣味が合わなかったら二度手間になって余計時間がかかってしまいます。趣味を語れる立場かよ。だいたいそこまでの決意があるなら一人でさっさと洋服屋に行ったらいいだろう。そうしたいところなんですが、泡が落ちないようにしてると身動きが取りにくいし、何よりこの辺りは水気が多いので泡が流される危険が高いんです。水気？なるほど。水をかぶって泡が流された瞬間、きっと私は即逮捕。おばあちゃんに会うどころかシャバの空気すら吸えなくなってしまいます。今の時点で逮捕されてもおかしくはないと思うが。そこでなんとか水が私にかからないようにしつつ洋服屋まで連れて行っていただけないでしょうか。一生のお願いです。どうかどうか。ねえな、連れてってやるよ。本当ですか？ありがとうございます。あんたに水がかからないように洋服屋に着けばいいんだろ。はい、よろしくお願いします。あ、僕は阿波野と申します。俺は春日だ。じゃあ捕まる前にさっさと服買いに行くか。ありがとうございます。おう、
そうだ。それじゃあ。おう。新しい服欲しいな。奮発して買っちゃおうかな。さっちゃんいい服着てんじゃねえか。それじゃダメなのかよ。俺も気に入ってるけど、新しい服着て気分転換したいのよ。なんちゃんだってそう思わない？まあ気持ちはわかる。俺も気分転換したいときは新しい段ボールを拾ってきて家を建て直ししな。ああ、そういうことか。そういうことだけど、そういうことじゃない。ホームレスの人向けの炊き出しか。本当にありがてえよな、これ。おい、あんた、炊き出しってのはな、ホームレスのためのもんなんだよ。は？いや、別に俺はもらいたいわけじゃねえよ。あん
んなに見ててしらばっくれんじゃねえ。待てって違うって言ってんだろ。寺門さん、そこまでにしといた方がいいって。お腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど、それより炊き出し並びましょうよ。このアマちゃんが。炊き出しってのは俺たちの生命線だろ。おい落ち着けって。ああ、元はといえばてめえのせいだろうが。危ない。おい大丈夫か。邪魔しやがって。今度こそ行くぞ。後悔すんなよ。手加減しねえぜ。よし行くぞ。やってみろ。してみろ。私の番ね。おい、お、あ、すみませんでした。お、はい。それじゃあ。おい。お。お、マジか。
ありがとうございます。俺の出番だな。
よーし、歌っちゃうわよ。お前ら、ちゃんと聞いとけよ。情けなくて、恥ずかしくて、逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて、虚しすぎて、死にたくなる日はあるかい。俺はあるやべ、だけどまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし、死ねえ、鳴り上がるぜ。世界で一番成り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に答え合わせりゃまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ俺と成り上がろう。よーし、歌っちゃうわよ。この歌を聴いてくれ。アンダーシャドウ切り裂く、はいはい、アクセル、きしむハイウェイシティ、助手席
るんだぜ。足立さん、今日は持ち込んだカップ酒じゃなく、ちゃんと店の酒を頼んだんだな。うん？ああ、これはお冷やだ。水だよ、水。珍しいな。休館日か？いや、コンビニでカップ酒を買う金もなくてな。え、そんなに金欠なのか？まあ、毎月この時期はいろいろあってな。なんだ、借金でも抱えてんのか？ちげえよ。たかしに金を送ってんだよ。たかし君って確か20年前に誤認逮捕されたくすみの一人息子だったな。ああ、俺がたかしの証言を信じなかったばかりにくすみは誤認逮捕されたんだ。だけど足立さんはくすみを釈放しようと動いたんだろ。それを堀之内が握りつぶした。今さら言い訳したって、獄中で自殺したクスミが生き返るわけじゃねえ。クスミが死んでほどなく、嫁も辛労で倒れて亡くなった。天涯孤独になったタカシは施設へ引き取られてよ。それから俺は毎月タカシに金を送ってんだ。偽名でな。偽名？タカシからすりゃ俺は親父を無仕送りにした刑事の一人だ。そんな人間からの金は受け取るのが拒まれるだろう。そう考えて山田って偽名で送金を始めたんだ。足立さんなりの配慮か。だが見ず知らずの山田さんから金が送られて、たかし君は疑問を抱かないもんか？そこも抜かりはねえよ。山田さんは社会貢献が趣味の資産家ってことにしてんだ。これならたかしも気兼ねなく金を受け取れるだろう。社会貢献が趣味の資産家か。なんか俺涙が出そうだぜ。なんだよ急に。本当はしがない公務員、いや今やそれさえクビになったってのに、事実を伏せてたかし君のために金を送るなんてよ。足立さん、あんた男の中の男だぜ。どうやら春日の金銭に触れちまったようだな。しかし20年送金を続けるなんて本当に立派なもんだ。まあ高志の生活費の足しになればと思ってよ。しかし給料をもらってた警察時代ならまだしも、今となっちゃ足立さんも相当大変なんじゃないのか。まあな、そいつは否定できねえ。高志君だって今やいい年だろ。25だ。もう送金がなくても自立できるんじゃないか。それが高志は司法浪人でな。司法浪人ってことは高志君は弁護士を目指してるのか。ええ、その通りよ。高志から月に1回送金のお礼や近況が書かれた手紙が届くんだ。あいつ昔から弁護士になりたいって書いててよ。冤罪で逮捕された親父さんのことで思うところがあったのかもしれないな。ああ、だからこそ俺は高志が司法試験に受かるまでは援助を続けようと決めたんだよ。だけど司法試験ってのは大変なんだろ。ああ、高志も大学生の頃から挑戦してんだが、なかなか苦戦しててよ。今は最低限のバイトと俺の送金で生活しながら、ほとんどの時間を勉強に当ててるらしい。高志君、受かるといいな。ああ、今年あたりは合格してほしいもんだ。足立さんにとっても送金はかなり負担だろうしな。まあ正直な話それだよ。何年も司法浪人されちゃ俺の懐がたまんねえ。なるほどね。足立さんが金欠な事情がよくわかったよ。応援したくなっただろう俺のこと。そりゃ応援するさ。じゃあ一杯ごちそうになっていいな。なんだよ、ちゃっ
かりしてるな。応援してくれよ酒で。わかったよ。今の話聞いて断れるわけねえしな。マスター注文いいか。大丈夫か？ナンバー。おう、一番。いいとこに来てくれた。実は悩み事があってよ。話だけでも聞いてくれるか？いちいち断る必要なんてねえよ。俺たちはダチなんだ。言いたいことがありゃ何だって俺に話してくれ。熱い男だな。お前みたいな奴がそばにいてくれて嬉しいよ。で、なんだい？悩み事って。絶対に誰にも言わねえでくれよ。なあ、約束するよ。いや、実は昨夜なかなか寝つけなくてよ。ここで一杯引っ掛けようと思ったんだ。だけど夜も更けててマスターの姿がね。店には俺一人だ。そこで俺は勝手にカウンターに入って一杯拝借しようとしたわけだ。金は後日マスターに払えば問題ないと思ってな。そしたらカウンターの奥にレジェンドモルトのボトルがあるじゃねえか。レジェンドモルト？伝説の超高級ウイスキーだよ。グラス一杯1万円はくだらねえ。マジか。当然俺なんかグラスどころかショットも飲めやしない。でも一滴くらいなら払えるかもしれねえと思ってな。一滴なんて売っちゃくれねえだろ。いや、そうだけどマスターがいねえのをいいことに俺は一滴だけ味見したんだ。手のひらに琥珀色のレジェンドモルトを一滴垂らしてペロリと舐める。どんな味だった？今まで飲んだどの酒もかなわねえ。濃厚な味が全身に染み渡ってお鼻からはフルーティーな香りが抜けてくんだ。まさに最高の至福だよ。生きててよかったとさえ思わせるような味さ。そんなにうめえのか。すげえな、レジェンドモルトってのは。ああ、俺はすっかり我を忘れちまってな。気づいた時にはボトルが空になってたんだ。なんだって、全部飲んじまったのか。酔った勢いでついやっちまったよ。一杯1万円もする酒をボトルごと空にしちまったんだ。マスターにはなんて言えるわけねえだろ。お金を請求されたって俺には到底払えねえんだ。俺はコンビニで一番安いウイスキーを買ってきてレジェンドモルトのボトルに移し替えた。じゃあ今カウンターにあるレジェンドモルトは？中身は安だけの偽物だよ。そんなのいつかバレるに決まってんだろう。分かってるよ。だから悩んでるんじゃねえか。なあ春日、こんな時お前ならどうする？もし俺だったらか。ま、飲んじまった酒は戻らねえわけだし、ジタバタしたってしょうがねえよ。バレたらバレた、そん時に考えりゃいいさ。お前のメンタルの強さはすげえな。なんか一番置いてると気が楽になるよ。そうそう、あんま深刻に考えすぎるなって。そうだな。いや、とはいえ火は俺にあるわけだから開き直るわけにもいかねえ。一杯一万のレジェンドモルドなんてなかなかオーダーが入るもんじゃねえ。ここは落ち着いて
様子を見ようぜ。そうだな。あら、お二人さん、男二人で酒も飲まずに何の話してるのよ。まあ大した話じゃねえさ、気にすんな。そう、じゃあ一緒に飲もうよ。うん、一杯やるか。今日はいつもは飲まないお酒を頼んでみようかな。ここってウイスキーも豊富なのよね。ウイスキー？あ、何？ダメ？ダメじゃねえけど、その…よし、思い切って高級なのに挑戦してみよう。まさか。マスター、シルバーモルトの12年ものをロックで。いいのかい？一杯1500円もするんだぜ。たまには自分へのご褒美よ。こりゃしばらくウイスキーを頼む客から目が離せねえな。間違いねえや。逃げるなら今のうちだぞ。行くぜ。
ありがとうございます。ありがとうございます。なあ。いえ。ああ。
だ。ありがとうございます。ザリガニじゃねえか。なんでこんなとこに。川から上がってきたのか。このまま車に轢かれるのもあれだし、戻してやるか。そんじゃ元気でなっと。おお、わしのナンシーが。え、姿が見えん。愛しのナンシーが行ってしもた。おい、もしかして今のザリガニあんたのか。あいつはわしが手塩にかけて育てていたザリガニのナンシーだ。適度な運動が大切なんでな、たまにこの辺りを散歩させておったんじゃ。ナンシーはわしにとって希望とも言える存在じゃったのに。ナンシー、悪かったな、じいさん。まさかあんたが大事にしてたザリガニだなんて思わなかったからよ。いや、あんたも悪気がないのは分かってるよ。それに目を離したわしもいけなかった。もうナンシーの姿はどこにも見えん。残念じゃが、諦めるしかないようじゃな。じゃあわしは帰るとするよ。あんたも気にせんでくれ。じいさん、ちょっと待ってくれ。あんたのナンシー俺が捕まえてくるぜ。どうしても気になっちまうからよ。ん？そう言ってくれんのは嬉しいが、できるかな。まあやれるだけやってみるさ。そうか、では頼むとするかの。わしはホームレスの海老原っちゅうもんじゃ。もしもナンシーを見つけてくれたら、桜川通り沿いに来てくれ。だいたいそこにおるでな。わかった。俺は春日だ。ナンシーを捕まえたら連れて行くぜ。ナンシーは背中にある大きなバツ印の傷跡が特徴じゃ。頼んだぞ。背中のバツ印だな。わかった。まだ遠くには行ってないだろうし、下流の方を探したら捕まえられるかもな。
どこだ？ふん。お？いや。なんだ？どこだ？カセナさん、ナンシーは見つかったかの？なあ、ナンシーってこいつだよな。おお、ナンシー、よかった、無事だったんだな。あんた、本当に見つけ出してくれるなんて大変だったろうに。いや、気にするな。もともとやらかしたのは俺たちよ。すまなかったな。それじゃ、俺は行くぜ。ナンシーと仲良くな。ああ、ちょっと待ってくれよ。これから飯にしようと思ってたんだ。ナンシーを見つけてくれた礼も兼ねて、ぜひご馳走させてくれ。え？だが。遠慮はいらん。今日はちょうど食材も調達しとるし、食ってってくれよ。まあ、それならご相伴に預かるとしますかね。じゃあちょっと準備するからこれでも食って待っててくれ。ん？なんだこれ？ほうれん草かなんかのおひたしか。なんか筋張っちゃいるが、まあまずかねえな。そうかそうか、それじゃあ大丈夫そうだな。あ？どういうことだよ。いや、その辺に生えとった草をつけてみたんじゃが、ちょっと食えるか不安だったんでな。なあ、あんた見る限り大丈夫そうじゃな。
ジジイ、てめえ俺に毒味させやがったな。まあまあ元気そうだし、ええじゃな。あんたも食いぶちに困ったらこの草を分けてやるからよ。いらねえよ。たく、調子のいいじいさんだな。じゃあ前菜はこの辺にして、今日のメインディッシュ、エビハラスペシャルの調理と言うかな。おい、なんであんたナンシーを持ってんだ。何をすっとぼけたこと言ってるんじゃ。だから調理をするんじゃよ、このナンシーをな。なんだと。しまったか、じいさん。あんたナンシーのこと大事にしてたんだろ。おお、大事にしておったぞ。ナンシーは他のザリガニより体が大きくて美味しくなるポテンシャルを持っておったからな。美味しくだと。わしらホームレスにとってザリガニはごちそうじゃからな。散歩をさせることでナンシーの肉体を鍛えてプリップリの食感にさせるんじゃや。そこまで頑張って育てた愛しの食材ナンシーをあんたが川に投げるから悔しいやら悲しいやらで。それを先に言えよ。俺はあんたのペットだと思ったから頑張って探したってのに、まさか食うためだったなんて。そりゃ悪かった。まあナンシーの一番うまいとこやるから機嫌直してくれや。え、こういうのは新鮮さが命じゃからな。それちょっと待った。ん、なんじゃ。もたもたしとると鮮度が落ちるぞい。なあ、そのナンシーを食うの待ってもらえねえか。あ、何言ってるんじゃ。今が一番の食べ頃だというのに。いや、なんかナンシーを必死に探してここまで連れてきたら妙な愛着が湧いちまってよ。え、お前さん正気か。いや、ザリガニを散歩させてたあんたに言われたくねえんだが。しかし困ったな。そうは言ってもわしの口と胃袋はもうナンシーを受け入れる準備が整ってしまったわけだな。このまま引き下がることはできん。とはいえ今のナンシーに匹敵する食い物があれば話は別じゃ。そうさな、ナンシーと釣り合うのは特上寿司折りってところかな。くそ、足元見やがって。惚れた男の弱みというやつじゃ。じゃあ特上寿司折り頼んだぞ。早く持ってこんとナンシーがお作りになるぞ。分かったよ、持ってくりゃいいんだろう。おう、待ってるぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ういうとこ登るとテンション上がるな。おい、この屋根大丈夫か？崩れたりしないよな。へへ、飛び跳ねてみるか。うん、よせよせ、やめろ。ねえ、なんでこんなとこ登ってんの？いや、特に理由はねえけど、楽しそうだったから。あ、そう。でも男の子って、そういうところあるよね。まあ、全員おっさんだけどな。ありがとうございました。じゃねえか。ああ、春日さん、よかった、また会えて。この人がお世話になった春日さんって人かい？そうだよ、この人が春日さん。春日さんにお礼を言いたかったんです。おばあちゃんも一命を取り留めて、こうして無事に退院できました。そうか、よかったな。なんでもこの子の無茶に付き合ってくれたとか、すまなかったね。いや、気にしないでくれ。元気に会えたならそれでよかったや。あんたみたいに粋な男もまだいるんだね。これは孫が世話になったお礼だよ。なんか悪いな。ありがたく受け取らせてもらうぜ。これからどっか行くのか？ええ、今日は復帰祝いということで、おばあちゃんの好きなところに連れて行ってあげようと思いまして。おばあちゃん、これからどこ行きたい？そうだね、温泉に入ってさっぱりしたいわね。温泉か、それならあっちかな。それじゃあ春日さん、僕たちはもう行きますね。本当にありがとうございました。おう、ちゃんとばあちゃん孝行してこいよ。はい。たく、本当に風呂の好きな一家だな。